to はい、始まりましたリエルの未来へ to go のお時間です。ごきげんよう、柴田リエルです。この番組は毎週土曜日の3時からと毎週月曜日の5時から週2回、毎回違うテーマでお届けしております。リエルグループではですね、あらゆる業務を行っております。私が、インストラクター資格を取得するイスラエル発祥の護身術のクラブマガの会を、隔週で月曜日にお届けするしていたり、ドクター中松、世界的有名な発明家でありますドクター中松販売店の会だったり、私が、全国に何件か医療業務提供しているクリニックがあるんですけれども、そこのメンテナンス、健康美容など皆さんにお届けする会だったり、再生医療の幹細胞治療、菌の糸美容施術などについてのお届けする会だったり、リエルセレクトで皆様におすすめしている化粧品やサプリメント、日々のお手入れ、健康などの、皆様にご提案する会だったり、あらゆる業務の会で、皆様にタイトルにもあります To Go お持ち帰りです。皆様に何か明日へ未来へ役に立つ情報を元気になっていただけるテーマでお届けをしております。この番組は、ベル美容外科クリニックの提供でお届けしております。 CM をまずご覧ください。お肌の悩みは一つじゃない。シミ、シワ、たるみ、毛穴、乾燥、ニキビ跡、これらの悩みに対し手軽に施術できることをテーマに、多くの患者様の悩みに取り組んできました。まずは気軽にカウンセリングしてみませんか？ベル美容外科クリニック。はい、先週で、幹細胞、菌の糸などのご説明の回だったんですけども、皆さんご視聴いただけたでしょうか？見逃された方は、2週間後ちょうど来週ですね、アーカイブに上がってまいりますので検索いただき見てみてください。幹細胞治療本当にね、おすすめです。幹細胞が体の中からゼロになった、亡くなった時がその方の寿命と言われているのが幹細胞です。なので、少しでも若いうちに、年齢を増しても一日でも早く今ある自分の体内にある幹細胞を摂取し培養し、命の保存をしといていただければいいかなとお勧めしております。全国で、今100件近いところが幹細胞治療などを手掛けておりますが、ベル美容外科クリニックは厚労省の認可を得て、全国世界から皆様がいらっしゃってくださっているクリニックです。ぜひカウンセリングだけでもね、まずは聞いていただき、新しい再生医療の情報としても皆様に知って、多くの方に知っていただけたらなと思いますので、リエルサイトからでもカウンセリング申し込み受けたまっておりますので、ぜひぜひ皆さん、お問い合わせしてみてください。美容健康本当にね大事です。内側から若返って健康で若々しい100歳寿命を皆さん迎えていただけたらなと、リエルグループでは応援しております。さて、今日のテーマはこの方、ドクター中松博士です。ドクター中松博士、世界的有名な発明家です。発明家というとね、皆さんねトーマス・エジソンを一番に思い浮かべる方が多いかなとは思うんですけれども、もう海外ではね中松博士の方が有名です。エジソンは生前、まあね、教科書に載ってる歴史上のもう方ですからね、皆さんよくご存知かと思うんですけども、トーマス・エジソンは生前1000飛んで93件の発明をこの世に残した後になっ
なさってる方なんですけれども、ドクター中松は、現役のまだ発明家でいらっしゃいます。ちょうど今年で、ちょうど今月で、3678件の発明を確認しておりまして、もう、ね、4000弱の発明に近づく勢いで、毎月のようにどん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 新しい発明をされておられます。ドクター中松博士、見た目すごく若くも見えるんですが、実は、93歳、今年満93歳の誕生日をお迎えになって数え94の年になります。日々ね、94の数えの年を、元気に、過ごされて、毎日いろいろな発明をされて、もう毎日のようにこうどん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 こうメモ書きが増えて、申請が増えて、あらゆる商品を世に出していらっしゃる発明家です。その、626の、バースデーの時の V がありますので、皆さんこれをご覧ください。どうぞ。自動重心安定装置、重力の中心と揚力の中心を自動的に合致させると飛ぶんだってことを、この模型飛行機を庭でね、その先端外のうちの庭でこう何回も飛ばしている間にそういうのが必要だってことが分かって、その発明を5歳の時にやったということ。まあ、世界の天才会議ということをやってるのも、かわいそうな天才をね、みんなで認めてやると。天才って大体かわいそうなんだよ。だからそれが世界天才会議を始めた趣旨であるんだけども、特許用の発明用の会社を作ったわけ。どう作ってあるかっていうとね、まずブレッド&バター部っていうのを作ってる。それと発明部と2つに分かれてる。どういうことかっていうと、ブレッド&バター部っていうのはね、全く発明とか特許とか関係なくて、どん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 稼ぐ部で、特許の方は、特許部の方は特許をやるためにどん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 お金を使う部、この2つをね一緒にしてると、そういうシステムの会社にしなければ特許は続けられないし、新しいものも生まれないし、一方ね、ブレッド&バターの儲けるだけの会社ではね、全くつまらないね。これ僕らしくないよ、それ誰でもやったの、みんなどこでも。だから優秀な発明を続々と生まれて、しかも会社がずっと平均黒字で続いてる。はい、ご覧いただきました。そうです、数え94歳、まだまだ発明は続くと書いていらっしゃいましたが、本当に毎日続いています。もうね、休みの日とか全く本人はないですね。スタッフが、会社がお休みの日でも、ご自身はずっと発明を考えてらっしゃったり、出筆活動、いろいろな、ね、本も、ね、出していらっしゃいますから、出筆活動に専念されていたりとか、もう休みなくずっと何かを考えられ、発明され、仕事をされていらっしゃいます。もう現役の94歳、バリバリです。もうね、少し休んだ方がいいんじゃないですかとか、思ったりとか、疲れないんですかって思ったりするんですけど、もうなんせ元気でパワフルで、いつもディエルより僕の方が若いよっていう、本当にいつも言われるんですけど、かなわないです。本当に私ももう疲れたななんていうことを言ってる日には、ディエルは僕の方が若いんだねってよく言われるんですけど、もう本当に疲れ知らずで、もう奇跡の94歳って感じですね。はい、週にね
毎週週に2回はトレーニングされてますしね、1時間プールにずっと泳ぎっぱなしだったり、1時間ウェイトマシンを重いのを上げ、休みなくですよ、1時間ずっとウェイトマシンをトレーニングしまくってたりとか、もう週2回疲れも知らず未だにトレーニングをし体を鍛えてらっしゃいますからね、筋肉年齢、骨密度、骨年齢、脂肪年齢、もういろいろ血液年齢、もうあらゆる数値が本当に90代ではない20代30代の数値を誇られているので、本当に冗談じゃなく私より若いなって思わされております。そんな元気はつらつドクター中松博士ですが、皆さんのイメージだとね、東京って何があるのっておっしゃる方で、あまりね皆さんがご存知なかったりとか、あとはもう選挙ポスターで見るので、選挙の時に見る顔ということです、そういうイメージが皆さん多くいらっしゃるんですけど、あれも道楽ですかとか趣味ですかってよく聞かれるんですけど、全然趣味でも道楽でも全くなくて、本当に真剣に日本を変えようと、何か自分はこの国のために役に立とうということが日々ねもう思ってらっしゃる方なので、改革という意味でね、日本をもっと良くしたい、何か役に立とうという意味で立候補されていて、そもそもドクター中松博士の先輩にあたる藤村海軍中佐がいらっしゃったんですけど、その方がね、君が総理大臣になって、君が国会議員になって世の中を変えてくれという遺言があって、その遺言を、先輩の遺言を忠実に守られ、立候補されてやってらっしゃったのでね、趣味でも道楽でもなくて本当に真剣にやってらっしゃったんですけどもね、今はもう本当に選挙より何より発明をまた専念して事業もやられておられます。発明家でもありますけれども、もう事業家でもあります。もともと先生は東京大学出身の今でいう国際創造学者という肩書きをお持ちなんですけれども、ハーバード大学ではね、地球上で最も偉大な日本人というふうにも評価されている偉大な方で、海外だとドクター中松記念日なども設けられているほどの方です。今ね V で見ていただいたように6月26日はアメリカだと中松記念日ということで記念日に設けられてるんですけど、リエル日本だと何の日か知ってるって言われて、6月26日ってなんだろう、カレンダーに何かあったかなと思っていたら、日本は626は風呂の日だよって言われて日本じゃ風呂の日なんだよ僕の誕生日はって、日本はどういう風になってるのかなっていうふうにもおっしゃるんですけども、まあ、そのお風呂の日に誕生されて今数えの94歳です。そこから東大出て、5つの博士号をお持ちです。5つの博士号、1つの博士号をお持ちでもね十分すごいんですけれどもね、ドクターは工学博士、法学博士、医学博士、理学博士、人文学博士、5つの博士号をお持ちの博士です。もうすごいですよね。でいろんなね海外でもいろんな講義されていらっしゃいますし、あらゆる大学の教授などもされていらっしゃるので、本当に引っ張りだこで、今ね海外にはま行きませんけれども、本当に引っ張りだこでいろんな海外で講義をされていらっしゃるほどの先生です。はい、そうですね、あと三井物産出身なんですよね。三井物産出身で、そこから、三井物産ではですね、中松発明のなんか特別室みたいのを設けていらっしゃったほどに、もう入社してね、大学卒業して入社して早々もう特別のそういうもう偉大な扱われ方というか、貴重に偉大な存在だったと聞いています。もう役員の方とかもね、本当にねコートを冬なんてこうかけてくれるぐらいのもう
大事に大事に扱われてたような、いろんなあの貢献をされた、三井物産の時代からもいろんな貢献をされていた方 で29歳の時に独立をされました。今世の中でベンチャー企業って聞くと、もうよくよく皆さん聞く言葉でベンチャーっていうのは結構もう溢れてるような言葉になってますけども、日本でベンチャー企業を一番初めに立ち上げられたのはドクター中松博士です。はい、そうなんですよね。いっぱいいろいろ初めてのことたくさんありますよ。以前あの番組でも見ていただいたのもありましたけども、アメリカリーグでね、あの大統領の代わりにあの始球式であの投げられた部位もあったと思いますが、アメリカリーグで始球式を初めてやった日本人ともいうのもありますしね、いろいろ初めての記録をお持ちの偉大な方です。海外だと本当にもう偉大で、日本の認識とはちょっと違う方で、本当に素晴らしい方ですね。はい、で、ドクター中松博士、もう一番初めの発明は5歳からです。まあ3歳の時にね、電話を発明したとかっていう話もあるんですけれども、まあ、正式には自身であの、まあ、特許を取ってあの申請した発明品というもので、正式な形で言うと5歳から5歳の時に発明を初めてしたというふうにね言われております。その5歳の時には自動重心安定装置を発明したというふうに言われてるんですけども、まあ、自動重心安定装置、まあ、何かというと、まあ飛行機がまあ安定して安定した状態で平行に飛んでますよね。あの安全装置はもう基本の発明ですね、ドクターの。ジャイロの、ね、特許とかももう先生がお持ちです。もう信じられないですよ。だからあの身近に皆さんが当たり前のように生活で助かっているものだとか、飛行機、乗り物、車、あらゆるところにあの部品としてね、あの先生の発明が組み込まれてて、先生の発明がないと飛行機も車も動いてない、走ってないっていうような部品がたくさんあります。本当に皆さんね、知らず知らずの間に先生の発明品には助けられているものがたくさんあります。発明っていろいろありますよ。まあ、皆さんご存知のところでね、灯油ポンプとかはそうですけども、あとフロッピーディスクとかも皆さん聞いたことはと思いますけども、それももちろんそうですね。まあ、フロッピーディスク今もあまりこう使われなくなったものではありますけれども、まあ、進化していろんなものをまたね、形を変えていろんなものを発明されています。あとドローン、ドローンはもう皆さん主流でね、先日ね、マッスル力也さんがね来てくださった時もドローンのインストラクターをお持ちっていうことでドローンの話をしましたけれども、ドローンもね、もう50年弱前ですかね、ドクター中松博士が初めてドローンを特許捉えた発明をされたものです。そこから改良改良でね、いろんな形で進化をして、また特許を取り直したりとか、形デザインも変わってますけれども、ドローンも発明の一つですね。当時ね、40何年前に特許庁に初めて中松先生がドローンを申請をした時には、もう特許庁の審査官全員が何だろうと、これは何ですかと、もう言うような感じで、見ても聞いたこともない、これはどうやって使うんですか、これ将来どうなる、どういうもので役に立つものですかっていうぐらいに、もう誰一人として理解されなかったものが、まあ、当時ね、そのいろいろ説明し試行錯誤し特許を取った、そこから改良してな、またまたどんどん新しいドローンも特許を取ってるわけなんですけれども、もうね、新しいんですよ。で、先見の目がありすぎて、先いろんなものを発明して作られているので、今当たり前にドローンって皆さんが知ってるものも、もう数十年前に先生が発明して作っているものだったりとか、もう今だと何でしょうという、もう全然理解わからないような、それって何ですかって知らない初めてのものがね、単語とかものとかが飛び出してきて、いやこれは何十年後にこういう形で役に立つんだとかね、車がこういう車に変わっていくんだとか、もう先見の目がありすぎて私たちには何もピンとこないことが多いんですけど、特許庁に申請されてもそんな感じで、もうなかなか皆さんがご理解されない前から
新しいものを発明して世に出していらっしゃるのが中松ドクター中松博士です。ドローン、あとシネマスコープ、もともとは中松スコープという名前でしたけども、映画館で見るあのワイドになるあのシネマスコープ、あれも中松博士の発明ですし、あとカラオケとか電話、ファックス、あとカテーテル、あの手術とかでも使うね、あのカテーテルもあれもドクターですね。あと、まあ、いろんな部品とかに使われている工業用テープ、あらゆる工業用テープありますから、皆さんの見えないところにあの車、乗り物、あと内装とか、あの建築にも使われたりとかしている工業用テープなどもたくさんいろいろありますけれども、それがないともう何も作れない、完成しないというようなものがたくさんあります。そんなドクター中松博士ですが、中松博士、発明家というのをね、もっともっと世に増やしたい、どんどんみんなこうアイデア豊富な方も多いわけですから、その方をうずもらせるんではなくて、どんどん発明家を育てたいという思いもたくさんあり、毎年世界天才会議というのを設けて、皆さんあの議長でね、あの世界の発明を あの審査されて、世界天才会議というのをやられてるんですけども、まあ皆さん特許っていうのってどうやって取るのかなって言った時に、特許庁に申請を出せばいいっていうところで、まあ、皆さん弁理士さんとかに頼んだり依頼されたりすると思うんですけど、まあね、でもそれでも取っても、まあ、弁理士さんはね、あの特許を取らせ、お客様に取らせてなんぼですから、取れるような形で申請はしてくれるも、でも取り方によっては結局それは何の意味も使い物にならなかったり、取っただけでそれが潤いに数字につながらなかったりとかいうこともあって、今日は特許の取り方を先生が細かく教えてくれる部位をいただいております。まずはこの部位をご覧になってみてください。どうぞ。取るっていうことは、まあ、ある人が発明したと、の発明が、なんていうかな、その人を尊重して、まあ、一種の宝って言ったらいいかな、それがまあ国の法律によって、守られるというか、そういう簡単に言えばそういうことなんだけど、普通の人はですね、普通のいわゆる発明家っていう人は、あの特許の弁理士というのがいましてね、その人に丸投げというかね、こういう発明したんだけども特許出してくださいってこうやるわけです。で、それにはあの有名な弁理士とかね、そういう人は非常に高い金額になるんで、まあ、あの有名でもない普通の弁理士の方に頼んだりですね、それからまた、もちろん自分なりに書いてもうまくいかないんで、他の人にやってもらうということになるんですね。でその結果あの、弁理士の場合これは商売ですから、他の人が依頼してそれで収入を売るわけです、申請してね。ですからね、あの何しろお客さんを満足させるためにね、発明家を満足させるためにね、取るようにするんですよ。取るってことは特許請求の範囲、英語ではクレームって言ってるんだけど、そのクレームの範囲をですね、非常に狭くすると取りやすくなるんです。つまりこういう範囲で特許を取るってことは、もういろんな今までの前例、引用文献って言うんですけどね、今までのいろんな特許なんかが特許庁から出てきてダメだって言うんで、そのすごい特許、つまり幅の広い特許ほどですね、取りにくいと、たくさん他の例が出てくるんで、だから狭いあの範囲だったら取れる確率はぐんと上がるんです。だからいわゆる職業弁理士っていうのは、その手法で、取りました取りました、それで発明家うわー当たり当たりだって喜んでるんだけども、実はあまり役に立たない。
狭い範囲の発明ではですね、まあどこにでもあるもののちょっと変わった程度であんまり役に立たない、また価値もない。だからその特許権を売ろうとしてもほとんど売れない。で、例えばそれで実物を作ったとしても他との差があんまりないから売れないということになります。だから特許を取りゃいいんだ、そのためには弁理士に頼めばいいんだっていう、それが一般の考え方なんだけども、僕はその長い経験からね、最初の発明5歳から現在数え93歳までね、もう長い長い経験から、またエジソンが発明件数1093件に対して僕はその3倍以上をやってる経験からですね、私の場合は全部自分で書いてます。でそのためにも今日もね、この後ろにあるように膨大な資料を使ってですね、全部自分で自分の指で手で書いてますね。それはあの文章だけじゃなくて図面もですね、全部自分で書きます。でもちろんあの聖書というかタイプとか正式な図面はもちろんそういう、僕自身の書いたものに基づいて正式な書類は作って、これもちろんうちの中で作ってるんですけども、はい、ご覧いただきました。もう、ね、ご自身で全部あの手書きで書かれて聖書して製本作って申請されてらっしゃるというね、もう後ろのねデスクももう山のような書類でしたけれども、散らかってるように見えますが全部大事な書類で、どこに何があるか全て把握されてるというね、素晴らしいです。ぐっちゃぐちゃに見えるんですけど、全然そこの書類あるから取ってって言われた時に、どこに何があるんですかみたいなことを お尋ねすると、手前の束ねてるところの真ん中あたりの何とかに何とかっていう書類があるとかいうふうに具体的におっしゃったりとかしてね、あの山積みになった書類をまたまた細かく把握されてるというのが素晴らしいというね、散らかってるんじゃないんですよ、天才の頭の中には全部整理されてるようです中松博士ですけれども、5歳に初めて、発明をされて、そこからずっと発明ノートを作られています。25歳までにはね、発明ノートの発明が2000件に達してたというふうに言われてますね。先ほどお伝えしたような発明の他にも、エコキュート、給油機ですよね、エコキュートもドクターの発明ですし、あとデジタル表示器、空港とかにあるデジタル版ですね、あれもドクターの発明ですね。あとフロッピーディスクの原型になる中ビゾンもそうですし、あとソーラーパネル、ソーラーパネルは25歳の時に発明されたということで、あと27歳の時にはヘリコプターの空中架線装置も発明されています。あと28歳の時には自動パチンコ、自動のねパチンコですね、こう昔はこう1回か手動でやってたのが今自動になってると思うんですけども、あれも28歳の時に発明された中松博士の発明品です。28歳の時にその発明がね2000件達したということで、週刊新潮さんがね第1号特集されて、7ページにわたるね発明2000件の頭脳ということでね、取材された記録もあるんですけれども、28歳で2000件のね、もうそこですでにねエジソンの発明1093超えてるっていうね、すごいですよねはい、そこから、31歳の時に日本初のボーリング場神宮に建設されたね、あの時もね関わってらっしゃいましたね。あとは32歳の時に、頑張れ日本、今ねオリンピックでもよく聞いたり選挙の時も聞いたりとかしますけれども、頑張れ日本、ものだけじゃないんです。中松博士はネーミングの発明のプロでもありますからね、頑張れ日本っていう言葉も特許を取られて、はい、中間先生が考えられた言葉ですね。もうねいっぱい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 あります。
今90数えで94ですけども、いまだに毎月のように発明されてらっしゃいますからね。あのもうね、特許のねプロです。作るだけじゃなくて生み出すだけじゃなくて、あの特許も本当にプロフェッショナルなので、あのどんな些細なことでもひらめいたら、あの形にして特許を取ってみると本当にいいと思いますよ。そしたら楽しいですしね、あのまた自分の発明品がね形になって世に出ていくっていうのもなかなかあの楽しいものだと思うので、ぜひ皆さん思いついたらぜひ発明し特許を取ってみたらいかがでしょうか。DL グループでね問い合わせていただくと、あのアドバイスなどもさせていただきますし、中松博士、中松総研の方でね、あの特許の代行などもいろいろご指導などもさせていただいておりますので、ぜひぜひあの問い合わせいただければなと思います。 DL サイトのインフォからね見ていただくと、あのインフォメールがありますので、そこにこういう発明をしたんですけど特許を取りたいんですがどうしたらいいですかとか、いろいろね問い合わせいただいたらお力添えになれるかなと思います。私もあの商標ですけどね、商標登録私も取ったりします。さっき言ってたみたいにね、便利さに頼んだりとかいうのも、まあ、普通の方はやられちゃう、あのお願いする方が簡単と思ったりするんですけど、やってみるとね意外と簡単だったりも、慣れてきたらね、楽しかったりもしますのでね、私も自分で全部書類書いて、作って作成して書評出願なども私自身でやったりもしてますので、ぜひ皆さん何なりとあのリエルグループやっておりますから問い合わせしてみてください。はい、そして、今 V いただきましたが、続編特許の取り方ドクターの次の VTR もご覧ください。どうぞ。まあ特許でダメな場合ね、特許庁がダメって言った場合は、いわゆる知財高裁って言って、まあ、高等裁判所でね次のステップの、まあ、そこへ行くんですけどもそれもやっぱり僕自身が全部やるわけですよ。もう反対尋問とかね全部あの僕が受けて、ね、いろいろやるわけです。でやっぱりそこまでやっていかないとねいけないと思いますね。それから今の特許の幅なんですけども、あのどういう特許がいいかっていうとね、その幅が広いのがいいんですよ。価値としてはあの狭いっていうのはね価値がないわけですね。だから特許を取れましたって言ったってね、幅の狭い特許だったら、ね、あんまり意味がない。だから僕があの、特許を評価する、今僕はあの世界天才会議で、世界中からねいろんな発明が来て評価してくれっていう議長をやってるんですけど、その時も請求範囲を見るんですね、クレームっていうところね。でクレームがどれだけ広いかということで、あの受賞の、金銀銅のねレベルを決めてますね。だから、狭いんだったらいくらでも取れる、広いんだったら難しい、だけど広くすると落ちる、つまり特許にならないということですね。だから本当のいい発明っていうのはその幅が広く、つまりクレームがたくさんたくさんなんですね。それとクレーム自身の一つのクレームの幅が広いということを、しかも拒絶されないってことは今までなかったと、幅が広いのになかったってことはものすごい範囲 の誰も考えてないところを考えたってことはすごくいい発明なんですよね。はい、ご覧いただきました。もうねご自身でね何でもかんでもできちゃうんですよね。はい、特許をね取るって結構大変なように、大変じゃ大変なんですけど、でも本当に慣れたら楽しいですよ。自分でやると何でもやると結構楽しいと思います。私もいろんな書類とか作ったりとかするともう難しくて分かんないんじゃないかとか思ったんですけど、いろいろ丁寧に分かりやすく教えてくださるのでね、ぜひ皆さんチャレンジしていただいたらなと思います。毎年ねやってる世界天才会議、本当に世界からねいろいろいらっしゃって、今年はねコロナですからズームで
動画を送っていらっしゃったりとかいう方もいらっしゃるんですけども、先生あの議長さんですからね、あの天才会議でいろいろ皆さんの審査員があの振るって審査して、あの賞をくれたりとかもしますし、そこから特許の取り方とかもね、どんどんいろいろ教えてくれたりとかするので、自分の発明品が世に出るっていうと結構ワクワクしちゃいますから、ぜひ皆さんね、あの天才会議に出展するないし、あの特許を取ってあのご自身の何か商品をね、あの世に出してみたらいかがかなと思います。うん、特許庁本当にね、あの何回も何回もあの書類出したり、あの修正したりとか大変なんですけど、まあやる価値はあるというか楽しいですよね。はい、もう一つあるので、次のもう一つ動画を見てみてください。どうぞ。大間三井物産から独立して会社を作ったのもそういうことなんですね。で、自由に発明できてということになるわけです。で、ところがそのやり方ですと非常に問題があるんです。つまり、独立って自分の会社にするとまずお金がありません。人もいません。それから特許庁にはあのたくさんのお金を払わなくちゃいけません。それから研究するにもお金はかかります。設備も全部非常にかかります。ということでね、独自って会社を作ってもね、失敗する可能性がもう 99% ある。で、結局独自してやりました、会社潰しました、で終わりになるわけね。僕はそれを考慮して、あの非常に特許用の発明用の会社を作ったわけね。で、これはどういう今のドクター中松総研っていうのはそういう構造に作ってあるわけね。どう作ってあるかっていうとね、まずブレッド&バター部っていうのを作ってる。それと発明部と2つに分かれてる。どういうことかっていうと、ブレッド&バター部っていうのはね、全く発明とか特許とか関係なくて、どん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 稼ぐ部で、特許の方は、特許部の方は特許をやるためにどん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 お金を使う部だから、使うだけじゃなくてものすごく稼ぐね。この2つをね、一緒にしてると。それがあの僕の会社の作り方の基本なんです。だから決してお金に困らない。で、稼ぐ部の方でどんどん稼いで、それをどんどん発明の方に任す。で、発明はお金使うばっかりなんだけども、それが永久に続くのじゃなくて、ある時爆発するわけだよ。その発明によってものすごい利益出るんだよ。そうするとこっちの稼ぐ部は稼ぐ部の方にそっち返していくわけね。ということで、もう優秀な発明を続々と生まれて、しかも会社がずっと永久に黒字で続いていくと。で、僕があのこの会社を作ったのは29歳の時で、今93っていうと、まあ、何年になりますか。65年ですかね。65年、60年、約60年でね、簡単に言ってね、約60年。最初から60年間一回も赤字になってません。全部黒字。29歳の最初から93歳、60から60年全部黒字。だからその全部黒字っていうのはなぜかっていうと、そういうような奥の基本的な、まあ会社の発明というかね、そういう会社の発明をしたからそうなってる。それがなかったら特許を取るってことは続けていけないって。そういうシステムの会社にしなければ特許は続けられないし、新しいものも生まれないしということです。で、単に一方ね、ブレッド&バターの儲けるだけの会社ではね、全くつまらないね。これ 僕らしくないよね。それ誰でもやったね、みんなどこでも。だからそれだけでもダメですね。はい、ご覧いただきました。
発明家だけではなくてね、事業家でもあります。29歳から独立をし、今のね、会社を立ち上げられてもう60年以上、60数年現役の社長さん、事業家であります。ね、もう100何年も続く会社、老舗の会社は企業もたくさんあると思いますけども、一代でね、60何年間一代で同じまだ代表の方っていうのはなかなかないと思います。60何年一代まだ現役の代表取締役事業家です。なので経営者というところでもね、いろいろ学びありますし、いろんなことをご指導いただいております。ここで、コメントいただきました。ワンコニャンコさん、ありがとうございます。ワンコニャンコさん、こんにちは。ドクター中松氏は選挙にはもう出馬されないのでしょうか。まだまだこちらも挑戦してほしいなと思っています。ありがとうございます。喜ぶと思います。そうですね、よくね聞かれてはいるんですけれども、どうですかね、それはもう先生の、中松先生の水を知るところだと思いますけれども、わからないです。ただゼロはないと思います。でも出ますというほどの100もないと私は思ってますが、どうでしょうね、皆さんの期待が多く、声が寄せられると責任感強いですしね、藤村海軍中佐の遺言もありますのでね、まだまだわからないと思いますけれども、皆さんの熱意、希望にかかってるんではないでしょうか。皆さんから要望されれば、また出ることもあるかもしれませんし、皆様の熱意にかかってるんではないかと私は思います。ただ出ないということもないでしょうし、出るということも本人のみぞ知るというところで、また経過観察、様子を見ていきたいなと思います。ドクター中松博士、あらゆるね、発明品が4000弱の発明品があるんですけども、今月で3678件と確認を私の方ではしておりますが、その数ある発明品を、商品化して世に出す、先ほどお伝えしたみたいに乗り物だとか車だとか、目に見えないところでもたくさん使われているものになっているんですけれども、でも先生はホームケア品というかね、健康美容長生き、健康寿命で100歳年齢、元気に健康で若々しい100歳をみんなで目指そうというところで、いろんなねホームケア品なども作っておられたり、あとご自身がね数年前に余命宣告をされたという経緯もあって、完治され、復活をされた、見事復活を遂げられたというのもありまして、ご本人がその治療改善に、作られた DNT シリーズ、ドクター中松シリーズ10というね、そのあらゆる健康美容改善などの商品があるんですけれども、それをもっともっと多くの方に知っていただけたらいいなというところがあり、そんな話をね、いろいろドクター中松博士と過去ずっとやり取り話をしていたわけです。で、皆さんによく聞かれるんですけど、どうして販売店をしてるんですかという話をよく伺うんですけど、確かにね、私って別に工学部でもないし発明家でもないので、なかなかね、そういうふうに皆さんなかなかこうリンクしないと思うんですけれども、そういう話を今まで過去ねしている、やり取りをしている時に、たくさんね、講演会の方だとか先生の周りの方で、販売させてください、売らせてくださいっていう声も見たび、いろんな方が多分お声を上げて名乗り上げられてたんじゃないかなと思うんですけども、なかなか実現形にならなくて、来ていらっしゃったようで、である時、これをもっと多くの方に知っていただく、知っていただいて、もっと多くの方に届けたらいいんじゃないですかって話をしてたんですよね。そしたら、中松博士が、これはじゃあディールならどうやってこれを説明する、これをディールならどうやって売るっていう話をね問われた時に、私なりの、こうしたらいいんじゃないかなとか、私だったらこうしますみたいな話を、
まあ、いろいろお話をしていたら、ある時博士がじゃあ売ってよって言われまして、で、まあ、その時はね、まあおすすめしますね、いろんな方にっていうようなお話だったんですけども、でもそれがね、度重なってお会いするたんびに売ってよっていうふうによく言われるようになりまして、で販売店はいつするんだ、いつ始めるんだみたいな話から現実的になりまして、それでまあじゃあ真剣にやらざるを得ないというか、真剣にやろうかなって思って DL グループの販売店ということでお世話をつかり、まあ、そこで真剣に始めたというところなんですけれども、まあね、4000弱ですし、専門外でもあるのですごく難しいというか、どうやって説明するんだろうとか、まず商品を知らないと人に勧められないですし、もうそこでいろんなことを先生にご指導いただいてお話をし、そこからね、ものを皆さんにお届けするようになったんですけども、その時にじゃあ何からスタートするかっていう話で、販売店どうやってやったらいいんですかって尋ねたわけです。そうしたらもうすぐね答えなんてことはもう先生は出されず、だいたい相手に考えさせるというのが先生なので、どうやってスタートするか、どうやってやるのがいいか言ってみてって言われて、じゃあ思うところ、先生の商品を閲覧できるチラシとか場面がないので、じゃあなんか一覧のカタログとかあったら便利ですよねっていうふうにポロッと話をしたら、じゃあカタログ作ろうっていう二つ返事で話になりまして、でできたのがこのドクター中松カタログですね。両面表紙 のご了承をいただいていて、こちらから見るとドクター中松博士の販売店の、商品がいろいろ閲覧できるようになっていて、で裏面からいくと私の事業内容が見ていただけるようなカタログになっています。これもね、リエルサイトからご購入いただけるので、ぜひぜひ皆さん一冊を手に取って見ていただいたらなって思います。はい、でそこから販売店をするようになったんですけれども、今日のおすすめはもうね、毎日もう東京でももうねすごいコロナのカウントアップがされていっているので、みんなねメスクとかマスクとかすごいちゃんとねつけてお出かけいただいたらなと思うんですが、ドクターの新商品の発明品でメスクがあります。メスクこんな感じですね。今先生の写真が出てますが、カラフルに、今まではね白だけだったんですけれども、バラエティーに飛んでご提案をさせていただきまして、色を揃えました。で今日私ね赤の服装で来てるので、今日は赤で、赤のこうやってこうすると上にこうシールドがついてるので、こんな感じでメスクです。赤のメスクですね。これもピンクもありますし、白もありますし、あと黒もありますね。メスクこれ本当に便利です。新作なんですけれども、耳に普通にマスクでかけるだけなので、ここにバンドすることもないですから、かさばらないですし、負担にもならないし、重くもないという。でシールドなんですけど反射しないので、今ここで見てても分かる通り反射しないので、つけてる感があまり分からないと思います。で風にも強いですし、こうベラベラならないですし、あと何回でも使えます。何回でもでつけてるだけで殺菌除菌にもなりますので、本当に便利で軽くて安心ですね。便利で軽くて安心っていうメスクです。でこれは内側に不織布がついてるので、これを取り外して、まあ、交換していただくもいいですし、何回でも使えるメスクです。で折り曲げて
畳んでね、ポケットにこう入れていただくこともできるので、かさばることもしないです。でお子様でもいいですし、大人でもいいですし、軽いです。本当に負担がないから軽くて一番これおすすめだなっていうので、今これを今日は皆様にご紹介したできたらなと思ってお持ちしました。メスク、スーパーメンっていうのは一番初めのマスクのデザインだったんですけれども、フェイスシールドってね、今世の中で結構名前が出てて、フェイスシールドってこう仮面にねシールドしてるような、フェイスガードとかよくありますけども、あれも全部ドクターのね、二番煎じというか、似て非なるというかね、あれデザインだけはこうフェイスシールドになってますけども、ドクターが一番初めにコロナがもう始まる前ぐらいからこれはもう考えられていて、でスーパーメンというんですけども、これがフェイスシールドというような形に変わって、世界的にも似たようなものが発売されておりますが、もう似て非なるものです。原理が全く違います。航空力学のね原理とかも使ったりとかしていて、このメスクにはもう何十種類という、ね、特許が組み込まれているので、単純なものに見えますけども、もうこのシールドマスク、全部にいろいろな特許が含まれているので、もう安心安全便利なメスクです。はい、スーパーメンもね、皆さんご愛用いただけてるかなと思うんですけども、新作でこれはもっと軽くていいです。で使い捨てじゃなくてね、何度でも使えますから、ぜひスーパーメンお試しください。リエルサイトから見ていただくと、通販ページにありますので、そこからこの左下に出ていますページから開いていただき、赤の愛のところですね、ドクターの、ドクター中村販売店のところをクリックいただくと、カテゴリー、左から3番目のカテゴリーのところがあります。ここから開いていただくといろんな商品を閲覧いただけると思いますので、ぜひぜひ皆さんいろんな商品見てみてください。スーパーメン今2000円ですね、消費税込みで2200円でご提供しております。ぜひ皆さん今日ご覧になった方はすぐにクリックして、一つ好きな色でもおしゃれにもなりますのでね、色を変えて毎日、楽しみながらコロナを乗り切っていってください。はい、今日はドクター中松販売店の会でお届けいたしました。では次回をまた楽しみに待っていてください。ではごきげんよう。